それではですね、今日から使える情報検索と題しまして、ライフサイエンス統合データベースプロジェクトで提供しているサービスについて、紹介させていただきたいと思います。私はライフサイエンス統合データベースセンターの川野といいます。よろしくお願いします。で、今回紹介するサービスは先ほどもあったんですけど、観音開きのパンフレットに載っておりますので、参考にしていただければと思います。で、よく聞かれることなので最初にお伝えしておきますが、我々のデータベースは無料です。ご利用いただけますので使ってみてください。で、我々がどうしてこのようなサービスを提供しているのかといいますと、先ほどこの川本先生のお話にもありましたように、現在大量のデータが生み出されていて、何がどこにあるのか分からないという状況になっています。研究者の皆様が必要な情報にたどり着くことができるように、情報を整理してポータルであるとかカタログであるとか横断検索などのサービスを提供しています。また得られた知識というのは主に教科書であるとか論文などに文章の形で蓄えられています。そこで、今まで提供されてきた DNA やタンパク質などの分子のデータとともに、文献情報を合わせて検索できるようなサービスを提供しています。英語ではパブメドですとかケミカルアブストラクトなどがありますけど、日本では日本の研究者が時間を割いて書かれた日本語の文章がなかなか検索しにくい状況にあります。でこのような日本語の文章検索にも力を入れています。また情報の共有化も推進してまして、情報を共有して嬉しいのは、サイエンスの世界に限ったことではなくて、例えばインターネットの出現によって、それぞれのコミュニティ内でのみ利用されていた情報がオープンになって、みんなが利用できるようになって、そのような状況の中で、例えば Amazon であるとか、Google マップであるとか、乗り換え案内のような便利なサービスが次々と提供されてきています。サイエンスの世界でもこれと同様に、データを整理して共有することで、知の巡りが良くなるような研究社会づくりのお手伝いができればと思っております。でこちらが総合ホームページのトップページになります。でこのページにたどり着くには、ウェブブラウザーでライフサイエンス DB.jp を見ていただくか、 Google や Yahoo などの、検索エンジンで LSDB と入力して検索すれば一番上に出てくるかと思います。で、このページは3個のバランスからできてまして、左側がセンターで提供しているサービスのリンクになっています。で真ん中は、プロジェクトに関する各種会議の議事録や、情報公開のページへのリンク。あと先ほどプロジェクトにたくさんの機関が参加いただいていると話がありましたけど、それらの機関が提供しているサービスへのリンクがあります。で右側にはセンターからのお知らせなどが掲載されます。で今回は時間の関係で全てを紹介することができませんが、代表的なサービスについて紹介させていただきたいと思います。まずはじめに、データベースカタログを紹介します。リンクはこちらにあります。データベースカタログはいわばデータベースのデータベースで、いろいろなところに散在しているデータベースの情報、例えば URL であるとか背景データの種類、対象生物種、またサーバーの稼働状況などを閲覧できるカタログです。左側のカラムにデータベースの分類が書かれてまして、ここから先のデータベースを探すことができます。現在のところ、カタログ型、プロジェクト型などのデータベースの形式、DNA やタンパク質、化合物などの対象となる分子種、また生物種ごとの、分類から辿ることができるようになっています。でこの画面は、プロジェクト型のデータベース一覧を表示させて、ボディマップというデータベースを選択したものになります。そうすると、このように右側にデータベースの詳細情報が表示されます。もちろん左側の分類からたどるだけじゃなくて、こちらの検索窓から、キーワード検索していただくことも可能になっています。また、このように、稼働していない、お休みしているサーバーがある場合には、どのぐらいの期間、動く上で何かというのが一目で分かるようになっています。で今回紹介したのはこれデータベースのカタログなんですけど、その他にも、学会や協会などのこういう学術団体のカタログ、また4省庁、文科省、厚労省、経産省、農水省が決める大型プロジェクトのカタログもあるので、ぜひご覧になってみてください。次にデータベースアーカイブサービスについて紹介します。これは最近公開されたサービスですので、パンフレットには載ってないんですが、これは研究者の皆さんが
作られたデータベースを当センターで受け入れるサービスで、まあ、例えば日本の場合ですと、データベースを新しく作るという場合には、比較的研究費が出やすかったりするんですけど、まあ、データベースの維持だとか、更新にはなかなか研究費が出なくて、維持が大変な場合が多々あります。また、データを、いいデータが出たので、データを公開してみんなに使ってもらいたいんだけど、そのデータベースの設定だとか、ウェブサーバーの構築ができなくて、まあ、それこそこういうのを業者さんに頼んでしまうと、何百万とかかってしまうので、公開できないということもあります。そのような方に、まあ、センターのサーバーを利用していただいて、データベースを公開していただける仕組みになっております。で、データベースの著作権はもちろん、提供者の方に属しますし、公開に関しては商業利用を許可する、許可しない、またデータの改変を許可する、許可しないなどといったライセンスの設定ができます。でもこのようなライセンスだとか著作権のものが非常にデリケートな問題なんですけど、それはこの後の高校先生から詳しいお話があるかと思います。で公開していただいたデータは次に紹介します横断検索からも可能になりますので、特に研究者の皆さんが自分で宣伝していただかなくても、一般の人の目に触れるようになっています。次に横断検索について説明します。先ほどデータベースカタログのところでも見ていただいた通り、世の中にはたくさんのデータベースが存在するんですが、それらのデータベースを個別にいちいち検索するのは大変ですので、まとめて検索してしまおうというのがこの横断検索になります。で、リンクはこちらになります。またこのトップページの、上の検索窓にキーワードを入力しても直接横断検索を実行することができます。さて、リンク先はこのようになっていまして、例えば、糖尿病と検索してみますと、まず横断検索にはサジェスト機能がついてますので、糖尿病に関連するキーワードが表示されます。これらを選ぶこともできるんですけど、今回はとりあえず糖尿病だけで検索してみます。すると結果の画面はこのようになっておりまして、上部に、人の糖尿病に関連する遺伝子がまずリストされて、でその下が、実際の検索結果になります。でここで注目していただきたいのは、今糖尿病という単語で、検索したので、糖尿病という単語が黄色くハイライト表示されているんですけども、英語の糖尿病を英語に合わせたダイアベティスもハイライト表示されています。でこれは検索エンジンの内部に京都大学の金子先生が作られているライフサイエンス辞書を使っていますので、日本語を入力しても自動的に変換してくれて、日本語と英語の両方で検索してくれます。逆に英語で検索しても自動的に日本語と翻訳して検索してくれます。でここに表示される結果は約200のデータベースから検索してヒットしてきたものなんですけども、例えばもちろん個別のデータベースの結果だけを表示させることも可能でして、例えば PDBJ だけの結果を表示させたりだとか、あとレステックの結果だけを表示させることができます。またこの横断検索の目玉の一つとして、特許の文章が検索できるというのがあります。例えばこの特許の横の矢印を押していただきますと、現在のところ平成16年から平成20年までの特許情報を表示することができます。このように、クリックしていただくと、特許の PDF 文章を見ていただくことができます。さらに、共立出版さんが発行されているタンパク質拡散酵素という雑誌があるんですけども、それの2005年分までの過去記事も見ることができるようになっています。さすがに共立出版さんの商売ですので、最新号を取り出せるということはできないんですけども、ご多大なご協力をいただきまして、出版後ある程度期間が過ぎたものについては順次公開される予定です。このように第一線の研究者が書かれた小説が日本語で読めますので、ぜひ有効活用していただきたいと思います。次に、学会用紙検索を紹介します。この例は、アミノ酸というキーワードで検索した結果になります。
現在のところ、遺伝学会や生物物理学会などの学会用紙を検索することができます。でまあ、最近ではCD とかで用紙が配られることも増えてきたと思うんですが、冊子体の用紙集から目的の発表を探すのは大変ですし、またここで提供している学会用紙検索というのは、複数の学会をまとめて検索できるといったメリットもありますので、ぜひご活用していただきたいと思います。で今回のこの農芸科学会の用紙もこの学会用紙検索から検索できるようになる予定と聞いておりますので、ぜひご活用ください。次にワイヤードマーカーという情報整理に非常に便利なツールがあるので紹介します。ワイヤードマーカーというのはウェブページ上に引く消えないマーカーで、Firefox というウェブブラウザーで利用可能になっております。で皆さん、紙の文章だとか、印刷した論文などの重要な部分に、蛍光ペンでラインを引かれる方も多いんじゃないかと思うんですが、それをウェブページ上でやってしまおうというのがこのツールです。で例えば、このページにある統合データベースプロジェクトというところにマーカーを引きたかったとすると、まずこの統合データベースプロジェクトというところを選択していただいて、右クリックを押していただくとワイヤードマーカーの項目が出てきます。マーカーは分類して、使い分けることができまして、ここでは LSDB という分類に登録しています。するとウェブページ上にマーカーが引かれた状態になります。マーカーを引いた場所は後からでも参照することができまして、上のワイヤードマーカーというところからを選んでいただきますと、サイドバーが出てきます。例えば一番上に農芸科学会って書いてあるんですけど、農芸科学会っていう分類にあるマーカーを、ダブルクリックしますと、以前に引いたマーカーのページに飛ぶことができます。で、LSDB 分類のところには先ほど引いたマーカーがありますので、同様にダブルクリックしていただきます と、先ほど引いたマーカーを表示させることができます。このように、わざわざ紙に印刷したりしなくても、ウェブページ上にマーカーが引けて、しかも一瞬で該当箇所に飛ぶことができますので、ぜひ使ってみてください。次に、アリーというツールを紹介します。これは生命科学に限ったことではないんですけども、名前が長いものには略語が付けられたりします。で、皆さんご自身の研究分野の略語はよくご存知でしょうけど、ちょっと分野が離れると同じ略語でも全く違う正式名称だったりすることがよくあります。アリーはそのような略語の正式名称を検索するツールです。例えば今この検索窓に STF と入力して検索しますと、該当する正式名称がいくつか出てきまして、一番上はスペシフィックパソジェンフリー、2番目に S フェイズフラクション、3番目にサンプロテクションファクターといった全く意味の異なる項目が出てきます。違う分野の論文なんかを読んでいて、分からない略語が出てきましたら、ぜひ使ってみてください。次に、アナトモグラフィー、ボディーパーツ 3D について紹介します。このボディーパーツ 3D っていうのは、人体の臓器の形、場所や形を3次元モデルで記述したデータベースで、アナトモグラフィーっていうのは、これらの立体的な臓器を組み合わせてイラストを描くエディターです。で、アナトモグラフィーっていうのは我々の造語でして、解剖学を意味するアナトミーというのと、記述法を意味するグラフィーという合わせたの2つを合わせたものです。ボディーパーツ 3D は左のカラムにある3状のリストから臓器、今ここでは心臓を選択していますが、これをクリックすると、真ん中に心臓と、それを構成する部位のリストがグラフィカルに表示されます。で、例えばこの肝臓脈と書いてある絵をクリックしていただきますと、右側のカラムに該当する臓器が書かれていますね。またこの絵を、下のボックスにドラッグアンドドロップしていただきますと、データを今これボディーパーツ 3D の画面なんですけど、ボディーパーツ 3D からアナトモグラフィーに渡すことができます。で、いくつかの臓器をドラッグして、
の表記をドラッグしてこのアナトモグラフィーというところをクリックしていただきますとこのように臓器を立体的に描画することができます。この例では肋骨の部分を半透明にしまして心臓を赤で冠動脈を緑で表示させていて下から見た画像になっています。色なども好きに設定していただけますしこの画像をマウスでクリクリしていただきますと360度画像を回転させることもできます。さらにこの上の部分にエディターや画像の URL が表示されますのでこれをメールの中に貼っ付けて送ると共同研究者と同じ画像を共有することができます。またここでは紹介しませんが例えばマイクロアレイのような数値データを色に変換して臓器ごとに表示させるというなどといった使い方もできますのでぜひ一度使ってみてください。次に教育系のコンテンツを2つ統合テレビというのと MODD というのを紹介します。これは真ん中のカラムの上の方にあります。まず統合テレビです。統合テレビはデータベースや解析ツールの使い方を動画で紹介するサービスです。ブラストやクラスタル W といった基本的なツールから、いくつかのツールを組み合わせて使うといった高度な使い方についても解説しています。また当センターで開催した講習会やセミナーなどの動画も配信しています。この絵の部分をクリックしていただきますと動画が再生されます。このような感じで実際にカーソルが動いているところに字幕による解説がついています。で、4月になって研究室に新しい学生さんとか来る方も多いかと思いますけど、とりあえずこの動画を見せて解説ツールの基本的な使い方を勉強してもらうのも良いかと思います。またこちらは今年の1月に東工大で開始した講習会の様子です。今後はベタチンだとかそういう実際の実験操作のやり方についても配信していく予定になっています。センターで提供しているサービスにつきましては、このセンターのリンク、サービスのリンクの横にカメラマークがついているのがあるんですけど、このカメラマークをクリックしていただくと、統合テレビの解説動画がありますので、もし使い方がわからないというようなサービスがありましたら、ぜひ見てみてください。次は MODDB です。MODDB はマスターオブザデータベースの略で、日本語にするとデータベースの達人になるんですけど、データベースを作る側も使う側も達人になっていただきたいという思いで作っております。統合データベースプロジェクトに参加していただいている機関が一本があるという話だったんですけども、その中でも特に、長浜バイオ大学、お茶の水女子大学、東京大学ではデータ養成、DB コード利用者養成、DB 構築者養成と題して、データベースの構築、利用の人材育成に関する講義や演習を実施していただいております。その際の、講義資料がこちらのリンクからたどれますので、ご参考にしていただければと思います。また当センターではデータベースの利用講習会を、昨年は北は北海道から南は九州まで、で開催しております。特別に費用などはかかりませんのでもし講習会を開催してほしいというご要望がありましたらお気軽にご相談ください。ちなみに次回は、東京大学内にあります当センターの形で4月の17日に開催する予定です。こんな感じで今回は当センターが提供するサービスを中心に紹介させていただきましたが、当プロジェクトには多数の機関に参加していただいておりまして、これらの機関が提供しているサービスは真ん中の下の方にリンクがあります。例えば長浜バイオ大学では先ほどの MODDB のところで紹介しました学生の実習の結果を持続可能型社会の貢献遺伝子データベースとして公開しています。これは学生一人一人がテーマを決めて社会に貢献できるような遺伝子、例えば PCB 分解に関係する遺伝子であるとかバイオエタノールに関連する遺伝子などを海水や鉱山などのメタゲノムの中から探し出してきてその候補となる遺伝子をデータベース化したものです。で、これでサービスの紹介は終わりなんですが、最後にお願いとお知らせがあります。お配りしたアンケートの最後にあるのですが、当センターでは提供しているサービスについての
ユーザー評価にご協力いただけるかと募集しております。まあ、こちらは昨年実施しているユーザー評価のサイトで、アンケートは無記名でこのように全てウェブ上から操作できるようになっております。こちらに各サービスへのリンクがあるので、そこから実際に使っていただき、評価とコメントを記入していただく形になっております。ユーザーの皆様が、より使いやすいサービスを提供するためにも、ぜひご協力いただければと思います。次にお知らせです。6月12日の金曜日に、統合データベースプロジェクトの成果公開シンポジウムを東京大学本郷キャンパス内の武田先端地ビルにて開催します。近くでお時間のある方はぜひお越しください。今回は時間の関係もあり、すべてを紹介できませんでしたが、展示会場にてコンピューターを使ってデモを実施しています。我々のブースはこちらになりまして、会期一番幹の奥になります。ドリンクコーナーのすぐそばですので、休憩がてらに寄っていただいて、ぜひ実際に使っていただいて、ご意見、ご感想いただければと思います。以上で、センターで提供しているサービスの紹介を行います。ご清聴ありがとうございます。